はいどうも皆さん、サオでございます。風邪気味でございますが、廃人ロードからお送りしております。卵出せ。本日紹介したいのがミブリム、テブリム、ブリムオンでございます。こちらのポケモンたちですね、一見非常に可愛らしい姿を持つのですが、とにかく野蛮なポケモンになっております。それでは図鑑見ていきましょう。図鑑ナンバー241、ミブリム、穏やかポケモン、タイプエスパー、高さ 0.4、重さ 3.4 キロ、人気のない場所が好き、強い感情を感じ取ると一目散に逃げ出してしまうと、まあ、ちょっと龍角散に見えたんですけど、まあ、とりあえずミブリム非常に穏やかなポケモンになってますね。続きまして図鑑ナンバー242、テブリム、静粛ポケモン、タイプエスパー、高さ 0.6、重さ 4.8 キロ、ここを覚えておいてください。頭の房で相手を殴り黙らせる。プロボクサーさえ一発 KO の破壊力。やべえやつだ。やべえやつですね。で、頭の房っていうのはこの、ここですね。この後ろの、なんか画面のですみたいな場所になります。これ髪の毛ですね。特攻の方が高いんですけど、非常に物理的なね、野蛮さを持ってます。そして、ブリモン、静寂ポケモン。図鑑ナンバー243、タイプエスパーフェアリー、進化後、最終進化でフェアリーがつくんですよね。で、高さ 2.1、重さ 5.1 キロ、別名は森の魔女、騒ぎ立てると触手の爪で引き裂かれるかもしれないぞ。怖っ、こいつ怖みたいな、うん、ここですね、ここで引き裂かれるらしいです。まあ、とにかくですね、静かなことが好きなので、その静寂を打ち破るものをことごとく粉砕していこうというのが、こちらの、ブリムオンたちになります。なので、サーナイトとは別のヒロイン力を持つのかなというところなのがこちらのポケモンになってます。で、この静かなことが好きっていうのは、なんか騒ぎ立てる方もそうなんですけど、うるさい感情を持つ人、うるさい感情を持つものが大嫌いなので、こいつボコボコに殴ってやろうとか、こいつを駆逐してやろうとか、そういう野蛮な気持ちを持つ者は逆にブリムオンにボコボコにされるというね、はい、本当にうるさい感情を持つのはブリムオンな気がするんですけど、まあ、そんな感じ、感情がうるさい人と本当にうるさい人、騒ぎ立てるとっていうのはなんかその2つの意味があります。まあ、妖精っていうのは結構ね、暴力的な描写も多いことが多いので、まあ、ブリムオン的には非常にそこら辺も再現されているのかなってとこですね。で、名前の由来なんですけど、身振り、手振り、無音でございます。すべて、無音のコミュニケーションですね。身振りと手振りなので、無音のコミュニケーションであるので、静寂ポケモンであるというところも、考えられているポケモンです。まあ、ブリモンに関しては無音だけじゃないんで、後で喋っていきましょう。なので、穏やかな感情とか、非常に人が良くないと身振りムって非常に懐いてくれないポケモンになります。もう出会っただけでも人気がない場所が好き、強い感情を感じると一目散に逃げ出してしまうというところで、ポケモンに歩み寄れるトレーナーがブリムオン族を使いこなせるというのが公式の設定になっておりますので、誰がミブリムを相棒にしてたかっていうとビート君になります。ビート君は非常にね、やっぱ繕ってるんですね。穏やかな心を持ってポケモンへの愛を忘れておりません。そして凄腕のトレーナーっていうところですね。はい、来いミブリム。あ、可愛らしいですね。ブリムを押すと、さすが素早さ21ぐらいじゃなかったっけな。めちゃくちゃ遅いんですよね。うん、邪魔だね。すごい笑ってるけど邪魔だと思うよ。はい、ブリムオンの動き方こんな感じなんですけど、ちょっとおもちゃこれどうやって取ってくるのかな。あ、やっぱそこで持つんだね。めちゃめちゃ可愛いし、ウケるんだ。うわ、笑ってる。やば、なんかすごい、なんあれですよね、すごいすごい。はい、で、種族種がこちらになってます。なぜか両刀させようとしてるんですが、まあ特殊型で使った方がいいでしょうということで、あとはなんだろうな、トリックルームとかと組み合わせると強いのかなってとこですけど、まあ僕トリックルーム入れてないんですけどね、ブリムをめちゃめちゃ使ってるんですけど。で、特性が、隠れ特性がマジックミラーになってます。非常に強いですね、マジックミラー。もうサニーゴとか何も怖くないので、まあこちらのポケモンかなりね、注目度は中ぐらいだと思うんですけど、非常に強いポケモンになってます。それではちょっと設定の話に戻るんですけど、
ブリムオンは森の魔女と呼ばれておりますので、名前の一部分はですね、まあ、魔女とかけてこれほうきですかね。ほうきと魔女と塔と神とか、あとはまあ妖精、まあ、その辺が組み合わさってます。容姿的には見た目的にはね。無音は音がない方の無音なんですけど、多分ブルームっていうあのほうきの部分も入ってブリム音になってると考えております。そして先ほど言ったこの長い髪ですね、後ろも通して長い髪と塔、髪と塔、まあ、塔っていうのはあのなんだラプンツェルの塔をイメージしてもらったらいいと思うんですけど、まあ、髪と塔でラプンツェルが、彷彿されるってところと、あと塔に幽閉されたっていうところと、イギリスってところで、あとマーリン、円卓のマーリンなどが、当てはまるのかな。あとモルガンとか魔女、まあ、その辺もね非常に複雑にね合わさったねポケモンなんだと思ってます。その辺が由来ですかね。由来いっぱいありすぎみたいな感じです。でブリムオは体の、大半の部分を、紙で覆っております。それでは先ほどの図鑑もう一度見ていきます。はい、テブリムが、高さ 0.6 メートル、重さ 4.8 キログラムに対して高さ 2.1 メートル、重さ 5.1 キログラムということで、0.3 キログラムしか、重さが変わっていないのに、高さが2メートル近くに行くということなので、まあ、ほぼ質量がないんですね。これは有名な話なんですけれども、ほとんど体が大きくなっていないからですね。大きく体を見せているっていうことが言えます。でこれは、倒れた時、ブリムオンが倒れた時とか、巨大マックスのブリムオンの姿を見ると非常によくわかるので、巨大マックスのブリムオン見ていきましょう。相性最悪だけどダイマックスしていきます。で、体に注目してください。フェアリー技が巨大天罰になります。確定混乱ですね。さあ出てこい巨大マックスブリムオン。ということでね、こちらが巨大マックスブリムオンなんですけど、もう体がね、もうあの帽子の下にちっちゃくおててが見えると思うんですけど、体はあそこだけなんですよね。操縦桿に乗った感じになってます。これが塔って言われる。おいギル、おいおいおい、はい、仕切り直します。はい、こちらですね、体がね今よく見えると思うんですけど、あそこしか体がないので他が全部髪の毛になります。でまあこのね塔に幽閉された少女で髪で攻撃するっていうところから、まあラプンツェルが彷彿されているって感じになります。体を髪の毛で覆って大きく見せているっていう、まあ、ある種擬態みたいなものになってます。髪の毛の量が増えただけっていうね、毛量お化けになってます。では倒れるモーションのこともさっき言ったと思うので、倒れモーションも見ていきましょうか。はい、こちらになります。体が見えます。おお、まあ、ちょっとスローになって止めてると思うんですけど、あんな感じでね、体の中は非常にね華奢な姿になっております。まあ、さっきあのダンデにやられてねレポートしたとこまで戻っちゃったんですけど、ブリムオンですね、メスしか存在しません、ブリムオン一族は。そして髪の毛に特徴があります。オーロン毛、髪の毛に特徴があって、オスしか存在しませんということなので、こちらがね対のポケモンになってます。まあ、ちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいですけど、まあ、番号的にも対になってて、いろいろと対になってるので、対になってるもの喋っていきましょう。まずは、オスメス性別ですね。オスしか存在しないオーロンゲ一族と、メスしか存在しない、ブリムオン一族。そしてオーロンゲは、邪悪な感情が好きです。他者への、攻撃とか他者への憎みみたいな邪悪な感情が好きな悪魔にも似た妖精になるので、その逆ブリムオンは、邪悪な感情が嫌い、うるさい感情が嫌いと、そういう対にもなっております。そしてブリムオンはビートの相棒ですよね。オーロンゲはマリーの相棒で、巨大マックスをどちらも持っているというのが対応している部分になります。切り札が、対になっているってところはかなり、鬼アツなポイントなのかなって思います。はい、今回の動画は以上になります。なんかねブリムオンね、なんかちゃんと笑わなくてね、なんかねちょっとね女性らしい表情をして笑いますね。なんかニコニコモーションあんのかなと思ったんですけど、ないみたいなんだよね。ほらほら、これがニコニコモーションなんだよな、ブリムオンの。これちょっと面白い点だよな。全部なんかニコニコ
このね和紙盆みたいにニコニコになるのかなと思ってたんですけど、なんか違うんだね、今さら気づいたけど。はい、ということでございました。ブリムを気に入った方はぜひ育ててみてください。はい、楽しめましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。